シリーン地図 Google マップ、松山湿原の位置松山湿原松山湿原は、北海道上川総合振興局管内中川郡、微孵化町にある湿原である。微孵化松山湿原とも言う。日本最北の高層湿原で、北海道の道北、北見山地ピアシリ山系に属す。標高797メートルにあり、広さは約25ヘクタール。 1975年に北海道自然環境保全地域に指定されている。また、南に位置するオホうツク総合振興局管内門別群、オウム町のピアシリ出現とともに、日本の重要湿地500の一つとして選定されている。北緯44度29分59秒統計142度35分55秒鉱山性の植物が群落をなす。また、 矮星赤いゾマツやハイマツが分布する。こうした特質が、北海道自然環境保全地域への指定理由となっている。湿原域内では、苔植物15種、シダ植物20種、草子用植物139種、単子用植物22種及び、卵化3種など、合計199種の植物が確認されており、例としては次のようなものがある。 トンボ類が豊富である。エゾ松沼天竜沼駐車場から山頂付近まで登山道で片道約900メートル。湿原内にはエゾ松沼、ハイ松沼、ツツジ沼の3つの沼がある。登山道付近には甘霧の滝、女神の滝、天竜沼等が点在する。次のような植物が確認できる。 出現内に整備された木道歩道入山期間は6月中旬頃から10月中旬頃とされる。宗谷本線美深駅から北海道道49号美深大無線をニュープ松山峠方面へ30キロ弱で松山出現の案内所である。駐車場がある天竜沼までは道道から自動車でアクセス可能である。入り口に近い美深町ニュープ地区へは 名刺バスが運行されている。松山湿原の近辺をはじめとして、美不可町、大無町などは人気観光ルートから外れており、観光客向けに大規模に開発されているようなこともなく、松山湿原は秘境と呼ばれることもある。近隣の観光地としては、トロコ王国美不可や高広の滝などがある。松山湿原は美不可町の主要観光資源の一つである。 松山出原の入り口に近い市街地のニュープには、国鉄三ゆ線の終着駅、ニュープ駅があり、宗谷本線から鉄路が通じていた。三ゆ線は、日本全国の国鉄路線の中で、最悪の営業係数値を計上した路線で、美深町長、長谷部修美は、三ゆ線の存続運動の中で、日本一の赤字線、三ゆ線に乗って、秘境松山出原へ行こうと唱えたこともあったが、 開学1985年に全線廃止された。現在はニュープまでは三行仙台一帯バスがあるが、その先松山出現への公共交通機関はない。ビフ課長の公式ウェブサイト、ありがとうございます。